岐阜関ヶ原古戦場記念館館長の小和田です、えー。まあこの辺り一帯がですね、えー、島津義弘の陣跡です。えー、とまあ後でご案内しますが、石碑がまあいくつも建てられています。でところで、まあこの関原の戦いの時の島津氏というのは、まあやや複雑な動きをしていますので、まあその辺りから少し説明しておきたいと思います。 えと島津市のですね。この頃の当主は島津義弘です、えー。国高は56万石です。まあ普通まあこのくらいの国高だとまあ1万5千ほどの軍勢を動員できるはずなんですが、えー、島津義弘が動員できたのはその十分の一、まあ1500ほどでした。でそれは国元で。 刺すすまででね内紛があって全軍動員というわけにはいかなかったのとあと国元を預かる義弘のお兄さん義久が西軍石田三成方に組みすることにちょっと消極的だったんですね。ご承知の方も多いと思いますが島津氏は天正15年1587年の豊臣秀吉による九州攻めの時に 降伏いたしまして、まあその時、まあ当主だった義久は隠居させられまして、まあ弟の義弘が当主となり、まあその後、まあ義広がまあ豊臣大名の一人として、まあ文禄慶長の役などで大活躍をします。まあ鬼島津と言われたことはまあ有名です。まあ義広はまあ真豊臣ですが、兄義久はどちらかといえば反豊臣で。 まあ石田三成に加担することに消極的だったんですねそしてもう一つ、まあ、不思議なことがあるんですよあの吉弘は初め東につくこととを望んでいたというんででいいたうすね、えー、伏見城を西軍が攻めた時に、まあ義城は伏見城への入城をまあ城を守っていた鳥居元忠に打診しているんですでところがまあ鳥居元忠にまあ入城を断られて まあ以後西軍として行動することになったと言われ、まあ、この辺りよく詳しいことが分からないんですねまた、まあ、西軍が関ヶ、まあ、原へ移動することを決める前の軍議で義、まあ、弘は、まあ、岡山の家康本陣を吸収すべしと主張したにもかかわらず三、まあ、成から却下されて、まあ、次第にこう沿線気分に陥っていたとも言います。まあ、年1600年9月15日の まあ決戦の日、えー、南宮さんの毛利吉川それから松尾山の小早川の軍勢が全く動かないのを見て、まあ、どうも三成のために本気で戦おうというね、えー、気分がうせてしまったものと思われます、まあ、それでは少しあのいろんな石灯が立っているところをご案内したいと思います。 えー、ここにですね、大きな、あ、石碑がございます。まあ、石田三成本人がですね、まあ、黒田隊によって、まあ、崩されソウになったときに。えー、あっちからですね、えー、八十島助左衛門というね、えー。石田三成の家臣が、まあ、ここまで来て。えー、なんとか、島津義弘のもとに、えー、まあ、救援を求めてきます。で、その死者の八十島助左衛門が。 馬に乗ったままですね。三成のまあ、指令を伝えたために。まあ、島津の将兵が怒り出しましてね。ええー、浅嶋助左衛門は追い返されてしまったといいます。まあ、この後、三成自身が、えー。笹尾山からここまで出てきて。まあ、義弘に、まあ、説得するんですけれども。まあ、義弘からは。まあ、自らの敵に手一杯で。まあ、前後左右を垣間見る。 えー、いとまわない暇はないというふうに、えーまあ、断られる始末でした、まあ、結局島津隊はですね、まあ、攻めかかる、まあ、敵をですね追い払うだけで、まあ、積極的に西軍として、まあ、敵に攻めかかるということはありませんでしたで、まあ、西軍総崩れになった時に、まあ、積極的に戦ってはいなかったとはいえ まあ、西軍の一員として戦いに臨んでいた以上、まあ、そのまま何もなしでは済まされません助手席にはですね、まあ、三成と同様に、まあちらの方伊吹山の方をめがけて逃れるところなんですが、まあ、島津隊が取ったのはなんと正面敵中突破でした、えー、家康がいる向こうの方ですねそちらに向けて、えー、前面に布陣する徳川家康本陣に向けて 突進を始めます。まあ、この意表を突いた行動にびっくりした。家康本体は結局まあ道を開けることに結果的になるんですね。で、しかしま、軍勢の数が少ないと見て、すぐ追撃にかかりました。まあ、ここから有名な島津の得意戦法捨てがまりが始まります。えー、まあ追撃してくる徳川軍に対してまあ数人ないし、数十人の変が。 兵が、まあ、そこに踏みとどまって、まあ、鉄砲を打ちかけるというわけなんですね。まあ、次々に撃たれる、まあ、壮絶な戦いが、まあ、繰り広げられています。まあ、結局、まあ、伊勢街道の宇頭坂というあたりで。まあ、義弘の老いに当たる島津豊久は討ち死にを遂げて。まあ、義弘自身も危なくなったところ、まあ、重臣の長寿院守厚が、身代わりとなって。 まあ、かろうじて脱出に成功します。で薩摩までげ逃げ戻った兵がですね、えー、わずか80人というふうに言われています。まあ午後4時頃、まあイエスからの撤退命令を受けて、まあ当軍はまあ島津勢の追撃を中止しています。まあこの戦いで、まあイエスの重臣の一人、まあ伊縄正は負傷いたしまして その傷が元で2年後に亡くなりますので東軍も犠牲を強いられた戦いと言っていいのではないかと思います、まあ、この後義弘は伊賀それから大和を通って堺に出ましてそこから船に乗って薩摩に戻っています、まあ、そこをです、ね、九州に残っていた東軍諸将、まあ、具体的には黒田助水加藤清正 そして鍋島直茂らが、まあ、攻めることになりますで彼らが比後の水俣まで、まあ、進軍してきたところで、まあ、11月の22日ですけれども義、えー、弘はあ降伏を申し出ています、まあ、ではその後島津市はどうなったんでしょうかなんとですねもう1年半以上経って慶長7年ですええ なんんと本領を安堵されているんです、まあ、島津側の粘り強い交渉があったことと、まあ、家康としてはですね、まあ、島津を敵にして、まあ、新たな犠牲者をたくさん出したくないというね、まあ、平和的な解決を望んだ結果と思われます。まあ、結局まあ義弘を隠居させ、まあ、その子忠常、まあ、後に家久 と解明します。まあ、これを当主として、まあ、島津は生き残る形になります。はい、それでは、その石碑のいくつかをまたちょっと紹介していきたいと思います。<noise> ここにですね。あの、小池と書いて、島津義弘。まあ、人称後なんですが、まあ、この辺り一帯が。まあ、地名では小池というね。まあ、そんな名前になってますので。 まあ小池の島津の陣所ということになりますえ。それからちょっと面白いのはここなんですよ。これはですね、えー、要するに島津のまあ軒口といいますかね、あの姿変わりという形でまあ逃げていったその後を鹿児島の人たちがやはり追体験したい。 とというここでそのの島津義弘たちがこの関ヶ原からまあ堺ま,、まあ、まで全部は行ってないと思いますが途中の,その困難な道のりを逃げていったんだというところを、まあ、追体験するねそういう,こう催しが、えー、繰り広げられてましてその参加者たちの名前なんかが刻まれているのがもういくつも並んでいるんですけれども、まあ、こういう形で、えー、何回もですねそういう まあイベントというとあれかもしれませんけれどもまあ戦国をまあ追体験したいというねそういう思いがこんなところにも表れているんじゃないかなと思います。